メイカナ、あんたってまだ独身だよね。彼氏なんているわけないよね。そんなの幼馴染のあんたが一番知ってるでしょ。今まで一度も彼氏なんていたことないし、今もいないわよ。だよね。あんたは私と違って地味なブスだし、しかも隣には美人な私。男なんて誰も見向きしないよね。はいはい、美人すぎる幼馴染がいると大変ですよ。で、そんな私にわざわざなんでそんな確認を？実はあんたに私の彼氏をもらってほしいの。え？実は私ね、今すごく気になる人がいるの。投資家なんだけど、もうすでに1億も稼いでいてね。今年もすでに数千万稼いでいるんだって。それはすごいわね。でしょ？それでね、実はもうその彼とは付き合ってるっていうか、一線は超えてるっていうか、はっきり二股かけてるって言いなさいよ。付き合ってる人がいながら他の男に手を出すなんて、もうかなったら身も蓋もないんだから。女はいつだって男を天秤にかけてるものでしょって。ごめんごめん、天秤にかけたこともない子にはわからないか。そのムカつく嫌味はスルーしてあげるから早く説明して。あんたが常に男を何人もはべらせてるのは知ってるけど、どうして今回は私に付き合えって言うのよ。いつもみたいに取ったとしてて乗り越えたらいいのに。私だって本当はそうしたいわよ。でも今の彼ってちょっと重いんだよね。だからいきなり捨ててもおとなしく別れてくれなさそうで。なら正直に二股を伝えたら。浮気を知ったら速攻で向こうから別れを切り出すわよ。あんたバカ？本当のことを言って逆上されたらどうするのよ。今物騒なニュースも多いし、もう私が怪我したらどう責任取るつもり？地上のもつれが原因の事件は確かに多いわね。そこで私は思いついたの。向こうにも彼女ができたら私への怒りの矛先は避けられるはず。だからあんたが彼と付き合って、あんたの円満な別れのために犠牲になれってわけね。私は平和に乗り換えられるし、あんたは念願の初彼氏ができるし、ウィンウィンでしょ。というわけで今夜は早速彼と3人で食事会よ。は？今夜ですって？もうお店を予約しておるの。後で時間と場所を連絡するから絶対に来なさいよ。勝手に話を進めないでよ。面倒なことに私を巻き込まないで。面倒って何よ。保育園からの幼馴染が困っているんだから、助けるのは当然。それじゃあいい感じの雰囲気を作ってあげるから、彼のことよろしくね。そんな。今夜はありがとうございました。さやかちゃんの幼馴染だけあって、かなさんも素敵な人ですね。いえいえ、こちらこそごちそうさまでした。美味しい食事をありがとうございました。すごく美味しかったですし、私も楽しかったです。楽しんでもらえたならよかったです。かなさんはワインもかなりお好きとのことでしたし、もしよかったら今度また一緒に食事でもどうですか。さやかちゃんはお酒が苦手で、気軽に一緒に飲める人を探していたんです。私でよろしければぜひ。ではまた予定合わせて。そんな必要あるか。なんで弟とわざわざ待ち合わせして飲みに行かなきゃいけないのよ。あんたとなんて実家のリビングで十分よ。うるせえ、それはこっちのセリフだよ。一体どうなってるんだよ今夜は。さやかちゃんが大事な幼馴染を紹介したって言うから気合入れてきたのに、なんでそこに姉がいるんだよ。私だってこんなことになるとは思わなかったわよ。まさかあの子の彼氏があんただったなんて。思わずあの場では何も言えずにやり過ごしたけど、さやかちゃんって俺たちが兄弟だってことにまだ気づいてないの？全然気づいていないわね。そもそもあの子私に弟がいるなんて覚えてないだろうし。長年の幼馴染なのに。だって私たち親の再婚で兄弟になったじゃない。しかも私とさやかは大学生の頃に弟ができたって話はしてるけど、あの頃のさやかは男遊びに夢中でほとんど聞き流していたと思うな。ちょっと待って、さやかちゃんが男遊びだって？美人で小さい頃からモテていたけど、大学でついに大フィーバー。あの子常に彼氏は5人ぐらいいたわよ。そして会うたびにその5人全員分ののろけとか愚痴を聞かされて、私の話なんていつも軽く聞き流していたわね。5人も彼氏が？さやかはすごく綺麗で清純そうな見た目だけどね、中身はえげつない名表タイプよ。大学卒業後も常に彼氏5人はいるし、キープも合わせたら常に10人ぐらいははびらせているわ。なんだって？ここ
まで来たら全部打ち明けるけどね。今回さやかが私を紹介したのはあんたを私に押し付けるためよ。あんたとすんなり別れるために私たちをくっつけさせたいみたい。は？俺との結婚を考えているから紹介したんじゃないの？女の子が友達を紹介するときは本気の証拠ってネットに書いてあったのに。そういう子もいるんだろうけど、さやかの場合はその真逆ね。今すごく気になってる本命投資家彼氏に早く乗り換えたいみたいよ。本命投資家彼氏？ちょっと待って、俺が本命じゃないよ。俺と結婚したいって言ってたのに、俺の奥さんになりたいっていつも言ってたのに。もしよかったら二次会でもする？私たちの実家で。俺ちょっと今日は一人で家にいたくないかも。あー、ちょうどお母さんたちも晩ご飯食べ終わったところみたい。唐揚げ余ってるから食べにおいで。だって食べる。めちゃくちゃレモンかけて唐揚げ食べる。髪のハイボールも一緒に飲む。よし、それじゃあこれから実家集合で、今夜もお姉ちゃんがとことん付き合ってあげるからね。想像以上にうまくいっているそうね。あの後涼介くんと二人で二次会にも出かけたって聞いたわよ。実はそうなの。私たちすごく気が合ってね、まるで前からの知り合いみたいに何でも話が合うの。そんなに気が合うと思わなかった。でもブスとブサイク同士何か通じるものがあるのかもね。私はあなたたち二人はすごくお似合いだと思うの。カナと同じくらい涼介くんも冴えない顔しているし、お似合いカップルになれると思うわ。ちょっとさやか、私はあんたにバカにされることに慣れてるけどね。今まで付き合っていた人にまでなんてひどいこと言うのよ。ああ、でも涼介くんの顔が不細工なのは事実じゃない？高学歴だし大企業勤めだから顔は妥協して付き合ってやったけど、これより稼いでいて顔が整っている男が現れたんだもの。そうだったらもうあんな病とか用済みだよね。用済みって、彼は心からあんたのことが好きだったのよ。真剣に結婚のことまで考えていたのに、そんな人になんてことを言うの。いやー、彼のために怒ってあげるなんてまさしく愛な。着事会の日から涼介くんから連絡がめっきり減ったし、計画通り彼とあんたがくっついてくれそうで嬉しいわ。はぁ、それにこれってもしかして私は恋のキューピッド？美人で可愛くて恋のキューピッドもできちゃうなんて私最強。あ、でも変に気を使わなくていいからね。ブスにはお世話の彼氏をあげただけだし、不要品を譲っただけだし、お礼なんていいからね。その彼、私の弟だけど。え？私、家族と付き合う趣味なんてないんだ。だからどんなに仲は良くても涼介が恋人になるなんてありえないから。家族ですって？うん、だから譲ったとか言われても、ある意味涼介は最初から私のものだよね。だって涼介は私の弟であり家族なんだもの。ちょっと待って。弟ってどういうこと？あんたに弟なんかいないでしょ。あんたは私と同じ一人娘で、だから私と姉妹同然に仲良くしてきて。やっぱり何にも覚えてないか。親の再婚で弟ができたってさやかにも報告していたんだけどな。親の再婚ですって？仕方がないからもう一度説明してあげる。私の両親は私がまだ保育園だった頃に離婚、そして母は私を女で一つで育ててくれたけど、いい人と出会ってね。それが涼介の父親なの。そして私が大学進学で家を出るタイミングで二人は再婚したんだ。そして私には弟ができたの。その頃の涼介は高校2年生だったかな。年頃だし避けられるかもと思ったけど、むしろ懐いてくれてね。私は今じゃ本当の弟のように思っているわ。そういえばそんな話をどこかで聞いたような気もするわ。あ、ちなみにこの間の食事会の二次会会場はうちの実家ね。久々に家族全員でお酒を飲んで楽しかったわ。そうだったの？そして両親が寝た後、涼介からいろいろと話は聞いたわ。もちろん私もあんたのことは全部話したけど。え？早かったら涼介に散々貢がせていたよね。高級ブランドバッグに美容代も出してもらっていたとか。それは彼が勝手に貢いできたのよ。よく言うわよ。涼介が支払いをためらうたびにわざと結婚の話を出したくせに。私はあなたと結婚した時に綺麗なお嫁さんでいたいの。経済的に不安がある人とは結婚も難しいかも。
涼介があんたに惚れてるのにつけ込んでいろいろと言っていたそうね。それぐらいでお金を素直に出しちゃうあの子もバカだけど、一番バカで最低なのはポイ捨て前提で見過ごせていたあんたよ。よくも私の可愛い弟をもてあそびやがったわね。 うるさい。こういうのはポイ捨てされる方が悪いのよ。私は買ってくれなんて直接言ってないもんね。彼が私の気持ちを察して買って貢いだだけ。私は悪くないもん。まだそんなへりくつでごまかすつもりなのね。まさか涼介くんとあんたが兄弟だったとはね。さすがに驚いたけど、逆にあんたがお姉ちゃんならちょうどいいわ。アホでバカで弟はあんたがいい感じにフォローしておいて。きっと私と別れることになって毎日泣いているだろうからさ。は？ああちゃんと見張りもよろしくね。彼が逆上して私を襲わないようにちゃんと見張っておきなさい。もし私に何かがあったらあんたのせいでもあるんだから。私の弟をバカにすんな。涼介は最低女を逆恨みするほど弱くないの。次こそ素敵な女性に出会ってやるってすぐに切り替えてるんだからね。早速新しい出会いを求めていろんなところに出かけてるし、しかも素敵な人ともう出会ったみたいだし。はあ、何ですって？あんな冴えない男は私以上の女にすぐ出会えるわけないでしょ。仮に出会えたとしても付き合えるわけないわ。え、君以上に素敵な女性なんてゴロゴロいたよ。それに声だってこれからデートに行くところだし。え、どうもさやかさん、この間の食事会ぶりですね。もしかして涼介くん？今日のデートで行くレストランが偶然姉の会社の近くでして、ちょっと時間あったんで二人でお茶していたんです。何がデートよ。どうせ私よりもブスで冴えない女とのデートでしょ。私レベルの美人となんてそうそう出会えるわけないんだし。ナンパやアプリならそうかもしれませんが、事前審査ありのパーティーに参加すればすぐに出会えますよ。は？事前審査ですって？僕も自分がイケメンとは言えない顔だってことは自覚していますから。でも僕には大企業勤めで高年収という切り札がありますし、年収2000万以上の人のみの婚活パーティーに参加してきたんです。そんなパーティーがあるの？男性は年収2000万以上、女性は年収1000万以上が必須条件。他にも容姿とか身長とか体脂肪率とか結構審査が厳しめのパーティーでしたね。え、そんなところまで見られるの？でもその分真剣に交際相手を探してる人がほとんどでしたよ。女性も自立してる方ばかりで話も合うし面白くて、かわいくて守ってあげたくなるようなさやかさんも可愛いけど、女性って可愛いだけじゃなくて強さも魅力の一つですよね。何よその態度は。まるで私が可愛いしか取り柄のない女みたいじゃない。え、実際そうですよね。え、あなたと付き合っていた時は夢中すぎて気づかなかったけど、さやかさんははっきり言うと見た目だけっていうか外見だけにとらわれるなっていい勉強になりました。いろいろとありがとうございました。なんて失礼なやつなの。所詮私に捨てられた負け組のくせに武男の分際で私を全然扱いしてんじゃないわよ。え、武男は武男なりにそうやって必死に婚活してるよバーカ。こっちは面倒な審査なんてしなくても素敵な出会いに恵まれてるし、やっぱり美人は最強ね。本命投資家彼氏との結婚ももうすぐで決まりそうなのよ。そうなんですか？それはおめでとうございます。いくら大企業勤めで高年収でも所詮は雇われリーマン。そんなダサい男よりも自分で稼ぐ男の方が素敵よね。私の彼なんて億単位のお金を転がしてる超最強の投資家なんだから。億単位で動かしてるってのは本当にすごいですね。でもよくそんな人が自分を選んでくれると本気で思いますね。さやかさんと結婚するメリットなんてその人には何もないのに。は？いや、さやかさんはもちろん美しいですよ。でも投資家で一番大事なのは運用益。見た目しか取り柄がなくて将来性もない人と結婚するなんて億単位のお金を動かしてる人にしてはありえない選択ですよね。何を言いたいのよ。まさか私が本命彼氏に捨てられるとでも言いたいの？一応入籍するまでは気を抜かない方がいいと思いますね。この間のパーティーでは男性陣とも仲良くなったんですが、ほんの一部ですがかなりの遊び人タイプの人もいまして、ちょっと心配になっただけです。余計な心配よ。これ私が男に遊ばれるなんてことは絶対にないんだから。私が男遊びすることはあってもね。そうでしたか。ではいろいろありましたがお互い幸せになりましょうね。それと
姉のことはあまりバカにしないようにお願いします。俺にとっては大事な家族の一人なので。ではこれで失礼します。どうしようかな、私の本命彼氏飛行者だったんだけど。それって億単位のお金を動かす敏腕投資家のこと？そうよ、その本命彼氏よ。彼と結婚するために私は他の男全員と関係を切ったのに、いきなり奥様から連絡があってね。まあうちの旦那にちょっかい出すな。って慰謝料請求されちゃったの。あら、それはかわいそうに。でも落ち着いて、さやか。あんたは彼が既婚者だって知らなかったんでしょ？だったらあんたも騙された被害者だし、慰謝料を払う必要もないはず。むしろあんたから彼を訴えられるんじゃないかしら。それが、私、彼が既婚者だって知った後も彼と会っちゃったの。え？奥様も最初は優しくてね、彼に二度と会わないなら慰謝料も請求しないし許すって言ってくれたの。でも私、彼のことが諦められなくて、その後すぐに彼に連絡して会っちゃった。嘘でしょ、あんた何やらかしてんのよ。それじゃ慰謝料請求されて当然じゃない。だってこの私が遊ばれて終わるなんて嫌だったんだもん。奥様から奪って私が買ったかったんだもん。それに6体を動かす男なんてめったに出会えないし、玉の食いチャンスを逃すのも嫌だったんだもん。その結果とんでもないリスクを取ったけどね。奥様のためにも早く慰謝料払いなさい。そしてその既婚者男とは縁を切りなさい。でもそしたら今私の手元に男は誰もいなくなるし。あのさ、ちょっとお願いがあるんだけどさ、私が涼介くんと復縁できるように協力してくれない？なんですって？だって投資家の次に稼いでる人が涼介くんなんだもん。次は私も本気で付き合うから、結婚絶対で復縁するから協力して。ふざけんじゃないわよ。大事な弟はあんたなんかと一生関わらせないわ。大事な弟って大げさだよ。再婚同士の兄弟だし、ぶっちゃけ家族の絆とかするでしょ。ああ、バリバリ絆は太いし、涼介は私の大事な家族よ。なのにあんたは私の可愛い弟をもてあそんだ。しかも不男とか用済みとかひどいこともたくさん言った。そんな最低女なんか二度と私の家族に近づくな。そんな、もちろん私もあんたとはもう連絡取りたくないから。悪いけど今後は二度と私の前に現れないで。え、長年の幼馴染の友情も終わりなの？むしろここまで友情を続けてきたことを褒めてほしいわ。それじゃそういうわけだから元気でね。美人だからって好き勝手やるのもほどほどにしておきなさいよ。その後弟の涼介から聞いた話では、さやかは投資家の奥様から慰謝料として500万も請求されてしまったそうです。そして実家に土下座してなんとかお金を借りて支払うも、その代わり絶縁を言い渡されてしまったとか。自分たちの自慢の美人娘が既婚者と付き合うようなバカだったなんて、ご両親としてはかなりのショックだったようですね。そしてさやかは慌てて関係を切った男友達や元彼に連絡したようですが、涼介同様かなりひどいことをぶちまけて別れたらしく、誰もさやかからの復縁連絡に見向きもしなかったそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。